速報です新型コロナの感染の急拡大を受け県はきょう政府に対して緊急事態宣言を要請することが分かりました県内ではきのう新たな感染者が394人となり過去最多を更新し病床の使用率も県全体で60%を超えるなど逼迫が続いています県県内の感染拡大が深刻な状況を受け県は今日政府に 緊急事態宣言を出すよう要請することが分かりました。また、関係者によりますと、まん延防止等、重点措置も川根本町を除く県内全域に適用する方針だということです。適用は明後日18日からになる見込みです。川勝知事は午後0時45分から緊急の記者会見を開き、詳細について説明する予定です。